映像の翻訳自体の仕事量がすごく増えているというふうにいろんな本で読んだりしたので映像翻訳の勉強をしてみようと思いました。ネットでいろいろ調べていたんですね、もうね映像翻訳の学校を。それで、たまたま検索で引っかかって、あ、なんかこういう学校があるんだなと思って知りました。やっぱり決め手になったのはオープンスクールがすごく楽しかったっていうことと、あとなんか風通しが良さそうだと思って、なんかあんまりドメドメな感じがしなかったっていうことと、あと、ね、もう一つはインターネット受講ができるっていうことが、もし自分の状況が変わっても勉強が続けられるっていうのがすごく大きかったです。毎週毎週違うテーマでそれぞれの専門の講師の方が持ち回りで講義されるっていう形式なんですけども、毎回課題が出てそれをこなすのも結構大変で、授業も2時間半ぐらいびっちり休みなしであるので消耗しますけれども、なんか充実感があります。自分の強みとしては英語以外の言語を多少知っているので、そういうことが活かしていけたらいいなと思っています。今受講を検討されたりオープンスクールへの参加を検討されたりしている方はあんまり難しく考えずにとりあえずオープンスクールに一回参加してみるといいと思います。そうすると学校の感じとか自分に合ってるかとかも分かるので気軽に参加してみてください。